佐々木望さんですね、えー、が、スピリチュアル系の長野のジュエリーデザイナーみたいな人たちに、えー、LINE を晒されて、えー、損害賠償を要求されてるというニュースについて、えー、解説したいと思います。明らかにヤバ系の人だなというふうに思います。LINE のやりとり、佐々木望さんの LINE のやりとりをそのまま晒して、さらになんか40万円だかする、えー、やつをですね、発注したんだけど、振り込みが、振り込みがあの、よくわかんないって話もよくわかんないんだけど、 そもそもも万円ののジュエリーを発注するっていうななんか変な話だしそこで損害賠償何十万円の最初200万円とか300万円とかって書いてありましたけど、ちょっと上記を意識してるようなっていう。しかもなんか、えー、お支払いされるまで他の仕事ができないからどうのこうのって言ってるのもちょっと変な話だなっていうか、ほんとね、でも、芸能界って、 っていうか芸能人の人たちってそういうスピリチャルとか怪しげな民間療法とかみんな大好きだよね。この間も誰かがなんかルート治療、針っていうかな、なんなんだあれ。でっかいぶっとい針をさ、バンバン顔に刺してアホかっていう。あとなんか顔中に針ネズミみたいになんか針をやるやつとかさ。あとなんだっけカップリングとか。 もうなんか、怪しげな治療とか、民間療法とかあ、本当にそういうの信じちゃう人たちばっかりなんですよね。がんの治療とかも、なんか標準治療、いわゆる日本のまあ医学界の最先端というか、一番あの、ベストプライテストの治療を拒否して、漢方とかですね。まあ漢方でだったらまだいいんですけど、本当に怪しげな民間療法とかそっちの方向に行っちゃって、本当にそういう人たちばっかりなんだよね。 だから、ああいう人たちにハマっちゃうっていうんですかね。俺だったら絶対こんなん買わねえよな、みたいなところにハマっちゃうっていう人たちが多い。だから、話全然合わないですよね。なんかコロナのワクチンも拒否するとかですね。そういう人たちがやっぱ芸能界とか多くて。だからなんか、僕テレビとか僕出るんですけど、芸能人の人たちと知り合うけど、全然なんか友達になれない。なんか、なれる人ほんとごく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 一部で、やっぱなんか、スピリチュアル系の話がすごいよく出てくるから、 もう、ついていけないわって思っちゃう。まあ、向こうもそう思ってるでしょうけど。ということで、僕がなんかあんまり芸能人の人たちとかと、あの、仲良くなってないのは、そういったところが、えあるんじゃないかなと思いましたしね、ね佐々木希さんはなんかちょっと、 気の毒というか、まあね、いろいろあったわけですけれども、まさかこんなところで爆弾食らうのかっていう、まあそういったあお話もあったということで、芸能人にはスピリチャル系が好きな人が多いというお話でございました。モデルタレントのトラウデンナオミさんですか彼女がですね、えー、自民党総裁選のポスターをー揶揄したんですかね。おじさんの詰め合わせというふうですね。まあ、うまい表現だなと思うんですけど、そういうこう、美女みたいな人が言うとですね、 おじさん差別につながるんじゃないのと。で、これまでやっぱりおじさんってすごく虐げられてた存在で、家でお小遣い制で、お父さんなんか近寄らないでとか臭いとか言われて、しかもお金を稼いで頑張っているのにですね、日曜日になったら邪魔扱いされて、早く掃除するから、なんかそんなところで寝てないで、早く起きてどっか行ってみたいな感じで怒られたりとか、非常にあのひどい扱いをされていたおじさんなんですが、ここに来てですね、結構、 反撃に向かってると。SNS で、まあ、匿名でもあるので、えー、反撃しやすいっていうのもあるんでしょうけれども、これまで、まあ、セクハラだの、パワハラだのでですね、圧倒的に一番立場が弱かったおじさんたちがですね、無言で声を上げつつあるというか、こういった、あまあ、これもハラスメント発言であることは間違いないんで、今までのその、今の基準で言えばですよ。これ、例えば、まあ、言われてましたけれど、誰かが言ってましたけれども、おばさんの詰め合わせって、 まあ、おばさんの顔がばー、なからんでて、それをこう、公の場所で、おばさんの詰め合わせですね、これって、おじさんが行ったらめっちゃ炎上されるところじゃなくてですね、仕事もなくなってしまうんじゃねえか、と。それぐらいのレベルのお話だったと思うので、非常に不適切ではあったと思います。別にね、仲間内で、おじさんの詰め合わせだよね、これは。 わらわら、みたいな感じで言う分には別にいいと思うんですけど、それがですね、こう、公の場で言ってしまうとですね、このように炎上してしまうという、いい事例だったというふうに思います。あの、自民党の総裁がですね、これまでおじさんだけだったとか、男性だけだったってことは、まあ、これは歴史的な事実であります。 女性が一回も、えー、総裁になってないっていうような歴史的な事実があるんですけれども、まあ、今回ですね、あのー、高市さないさんだったり、亀川陽子さんだったり、野田聖子さんという、まあ、結構多種再々というか、結構面白いなと思うのは、この自民党の総裁選のポスターをですね、えー、トラウデン直美さんと同じようにですね、批判してる人たちって民主党、立憲民主党の支持者とかに結構多いんですけど、 じゃあ、肝心の立憲民主党の総裁選って女性出んのみたいな <laughs>。この間ね、都知事選に蓮舫さん出てましたけど、蓮舫さん離党したんで、えー、当然ながら、あの、ね、民主党の代表選には出れないわけですけれども、おめえら全然女性出してないじゃん。多様性とか主張してんじゃねえのみたいな。そういう意味で言うと、本当に、すごいいい、まあいい、いいというか <laughs>、自民党のメンツってすごいな。 って思いますよね。あの、小泉慎二郎さん。まあ、40代前半ですよね。で、小林孝之さん。いわゆる小バホークさんですね。この2人が40代。えー、そして最高齢が上川さんですかね。71歳。ということでですね。ほんと70代から40代まで幅広い世代の人たちが、総裁選に立候補してる。しかも政治的な心情は、えー、例えば、石破茂さんなんかは左寄りですけれども、高市田苗さんとか小バホークさんはどちらかと、まあまあ、 ゴリゴリの右系だったり、ちょうど中道の人たちだったりとかですね、様々な政治信条を持っている人たちもいると。まあしかもです、ね、小泉進二郎さんみたいなですね、非常にあの知名度が高い、お父さんも元首相、そして、えー、奥さんはですね、元がまあタレントさんということで、非常にあの知名度の高い、えー ファミリーかから構成されててる人もいたりとかして本当に自民党って多種多彩だな。まあ国民政党というふうに言われるゆえんだと思いますけれども、まあ、今回のポスター、僕結構思い切ったなと思ったのは、ロッキード事件で逮捕された田中角栄さんとかですね、えー、先日暗殺されたあ安,倍安倍さんとかですね、本当にあの、スター、スター、ある意味スター揃いだなっていうところは、この自民党の総裁選、非常に注目されると思うんですけれども、 え、単なるおじさんの詰め合わせじゃねえぞ、感っていうのは、僕は全然そんな感想は抱かなかったんですけどね、おじさんの詰め合わせっていう。まあやっぱり俺は揶揄してると思いますね、この表現っていうのは。おじさんばっかじゃーん、みたいな。でも、今回のね、 あの、候補者っていうのは本当に、あの、ま、あ約10人が立候補するのか、3人は女性という、ま、あ非常にあの、いい選挙になるんじゃないかなと、そういうふうに思いました。今話題のフワちゃんの炎上について解説したいと思います。私もあの、よく炎上しておりますし、え、今のようなですねメ、メディアスクラムっていうんですかね、ま、あ SNS ももうメディアもですね、集中放火、えー、フワちゃんにしております。それだけですね、あの SN、SNS が発達して、安全地帯からですね、誰かこう、 出現したりとかした人たちをですね、叩くことは自分が正義になってえ、人を下に見てですね、叩けるんで気持ちがいいんでしょうね。コロナの時もですね、僕散々パラ叩かれましたけれども、あの、はっきり言ってですね、これ、メンタル弱い人、豆腐メンタルの人はですね、自殺レベルだと思います。フワちゃんはそこまでメンタル弱くないような気もしますけれども、 あんまり叩くとですね、後味悪いことになっちゃったりとかする可能性あるんで、本当に叩くのそれ、それぐらいにしといたがいいんじゃないですか。で、その安子さんに対してですね、お前はあ偉くないので死んでください。予選反対です。という悪意ある投稿をまあ自分でやったと認めてるんで、まあそれに対しては今も謝罪もされてるので、そこは許してあげてもいいんじゃないかなと僕は思うんですけれども、まあ世の中の人たちはですね、こういう騒動、 で、安全地帯から叩くことがですね、非常に気持ち良いと思いますので、えー、当分ね、次のネタが出てくるまではですね、これずっと叩かれるんじゃないかなというふうに思います。ということでですね、まあ、それ以外もですね、いろんなところで暴言を吐きまくっていらっしゃるようですね、フワちゃんはね、僕もなんかサンデージャポンかなんかで、えー、なんかそんな感じに、 されたような気もするんですけど、僕すぐ忘れちゃうんで、全然覚えてないんですけど、ラジオ番組が飛んでしまったりとかですね、CM が飛んでしまったりとか、様々な影響出ております。これだけ炎上するとですね、テレビ業界の人たちは、ばちゃん多分使いづらくなると思うんで、スポンサーさんに嫌われるのがテレビは本当に一番嫌なので、そういう意味ではですね、まだまだあのー テレビでの仕事ってのどんどん激減してですね。も、ま、うあユーチューバーとかね。インフルエンサーみたいな宮迫博之さんみたいな感じになっちゃうんじゃないかなという風に、えー、予測をしております。ただね、止まない炎上というか終わらない炎上っていうのはないので、いつかは絶対収まるので、それまで我慢するしかないのかなと思いました。ただ、安子さん自体はですね。本当にかわいそうだなという風うに思います。し、ふわちゃんもね。多分。 こういう悪口を言っちゃいがちな人というか、ナチュラル悪口キャラクターなんだと思います。えー、なのでですね、また悪口言っちゃうんだと思いますね。はい。うん。できるだけね、あの、外で暴言を吐かない方がいいんじゃないかなというふうに思います。本当に悪意を、俺、俺こんなこと言えね、言えないよって、しかも知ってる人じゃないですか。 そういったことなんですけれども、本当に、これ多分ね、フワちゃんを擁護するだけでもね、叩かれてる人いますからね。まあ、僕は別に擁護も何もしないですけど、またフワちゃんやりそうな気もするし、ただ今回別に反省してるんで、反省してるんだったらそれ許してあげた方がいいんじゃないのって、えー、私は思いますけれども、はい、そんなに大きなペナルティを払うほどのことなのかなというふうにも思いますし、 自分がまあね、そういう立場になってしまったらね、非常に辛いと思います。まあもちろん自業自得なんですけど。ということで、そういうキャラ、あの、ナチュラルに失礼なやつだったっていうお話でございました。